少々遊びすぎましたかね。ん？おや、誰かと思えば、今度こそ殺されに来たんですか？おやおや、本気で私を倒そうというんですか？いいでしょう。では、面白いものを見せてあげましょう。なんと、あなたが尊敬する方のレプリカも作れてしまうのですよ。オニキスブクとキューブの力には驚かされますね。パリでの戦いの報告は受けている。よくやってくれた。だがフリーザは逃亡し、世界各地での被害も収束したわけではない。喜んでいられる事態ではないでしょう。確かにな。私と同行してほしい。アジアエリアにヒソカが現れた。ベノムズに加担しているかは不明だが、好き放題されると厄介だ。君の活躍は調べさせてもらった。その上で君は信頼に足る人物だと判断した。Jフォースの戦力も限られている今、君にも前線に出てもらうほかない。そうか、よろしく頼む。転送完了しました。いや、僕に何か用かい？ひそか、誰と会っていた？秘密。やはりベノムズと手を組んだか。
それも秘密。ただ僕は楽しみたいだけなんだよ。お前の都合はどうでもいい。正直に話せ。話さなかったら拉致が開かないな。ほら、楽しめるだろう。おっと、ちゃ、見せてやる。素晴らしい。まだまだ。死神クイズ。やっ、これで決める。おっと、やる。これで素晴らしい。ちょっと荒っぽくなる。邪魔だ。素晴らしい。おっと、いくぞ。ラウジングチェーン、捉えた。待て、そいつはキューブに操られてなどいない。それに意識も失ってはいない。そうだ、やっぱりバレちゃう。ここで終わりにしちゃうのはもったいないから、もう少し待つとしよう。果実が美味しく実るまで。ヒソカ、話せ。逃げられたわ。私に何か用かな。あなたに贈り物があるの。気に入ってくれると嬉しいわ。悪いが、お前たちの仲間になるつもりはない。仲間か。安心しろ、そんなくだらないものは求めていない。ほう。俺が求めているのは破壊だ。世界は作り変える必要がある。そのためには一度破壊しなければならない。お前の言っている世界とは、私がいるこの世界も含まれているのか。俺が興味あるのはあくまで現実世界だ。だがそのためにはこの世界から呼び寄せる必要がある。お前のような混沌をもたらすもの。私の力は知っているというわけだな。しかし一つ聞いてもいいか。現実世界を破壊した後、私がいるこの世界はどうする。お前の好きにするが。
きりと。いいだろう。ここは私にとって都合のいい世界とは言い難い。ちょうど変えたいと思っていたところだ。おい待てよルキア。グズグズはしておられぬ。わっ、なんだ貴様。召喚戻りました。やはりヒソカはベノムズと接触していました。やはりそうか。どうやらあんたの考えは間違いないみてえだな。ベノムズは現実世界に混乱を呼ぶ奴らをジャンプ世界から集めようとしている。そうと分かれば急ぐぞイチゴ。それからお前何をほうけておる。さあ行くぞ。アイゼンが香港に現れたっていう情報が入った。本物なのかレプリカなのかは不明だが、どちらにせよ放置はできる。行ってくれるか。頼んだぞ。行くぞ。ルキアが待ってる。ゆっくり行くとしよう。どうやら焦ってくる必要もなかったみてえだな。ああそのようだな。そうか、お前は冷圧を感じられぬのだと。所詮偽物は偽物だ。騒ぎ立てる必要もない。俺たちが出てくるまでもなかったな。愚かな偽物が。あのアイゼンが感情に任せて剣など抜くものか。おっと。やっ。おっと。弱い。下がっている。だと。はっ。おっ。吹っ飛べ。終わりだ。吹っ飛べ。弱いね。見えるかな。と。雷光。見切った。はあ。では。行くぜ。ふっ。ほら。ぶっ飛べ。逃がさねえぜ。ぶっ飛び。おっと。雷光。バカにしやがって。切り裂け。逃がさねえぜ。しや。つる。行くぞ。つる。油断したな。逃がさねえぜ。あまり面倒を受けさせない。波動の球技の流天脈君ごときがこの私に二度も剣を切る。弱いな。逃がさねえぜ。へおらぶっ飛べ。逃がさねえぜ。油断したな。逃がさねえぜ。行くぞ。よそ見してるぞ。弱いね。よどうかな。やつに生ベッドめ。なんだと。さあ、帰るか。まさか、今の冷圧は。イチゴ。ああ、間違いない。帰るぞ。戦いはこれからだ。遭遇したアイゼンはレプリカであったが、帰り際強大な冷圧を感じた。あの冷圧は本物のアイゼンだ。つまり
アイゼンが自身のレプリカを使っていた可能性もあるということか。分かった。引き続き警戒は怠らぬように。厳しい戦いはまだこれからだ。ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして生きている人間たちを見ていると、つまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振るう。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない。彼のように。それができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。どういうこと。カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だったわ。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていたものが
愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望ったら最高だったわ。彼はその時気づいたみたいね、正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話、そうですね、帰りましょう。来たな。新たな任務だ。久しぶりだね。ガレナの捜索からライトが戻った。申し訳ないことに収穫はゼロだった。君が戦ったガレナもレプリカだったと聞いたよ。それとカインが元は人間だったという話も。その件はガレナが私たちを惑わすためについた嘘かもしれない。確かに人間があんな力を持つのは考えがたい。私の方で調査を進めるので、真偽がはっきりするまでは新たな任務に注力してほしい。そうですね。では任務についてだ。これまでのベノムズの進行は現実世界を標的とすることが多かった。だがここに来てベノムズはジャンプ世界への進行拡大も進めようとしている。このままではジャンプ世界からさらなる敵が押し寄せてくる可能性が高い。それを阻止すべく悟空、ルフィ、ナルトたちがすでにジャンプ世界に向かった。君にも彼らの応援に向かってもらいたい。頼んだよ